どうも、ハリウッドでございます。今回は、これですね。幽白書、やっていきたい感じになっております。ということで、ガチャ、いきましょう。マジカウントダウンガチャってことで200時間限定で、まあ、限界参加、トグロが当たりますよっていうところになってるんで、こっちの方を引いていきたいかなと思います。で、石の方も結構あるんで、まあ、いい感じに引いていこうかなってとこなんですけど、まあその前に、星5確定、ガチャを一回引かしてください。いや、これ、なかなか渋いんですよ、ガチャが。結構ガチャ回してんすけど、まあ、出んすよ。星5とか、その、いいのは。おぉ、はい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 。私は伝説を作るね。ありがとうございます。私は伝説を作る。貴さんといえば。さあ、ということで、こっち引いていきますよ、本気カウント。で、1回は無料で引けるってとこですね。はい、引いていきましょう。いや、めちゃめちゃ久しぶりな気がします。あ、放て。霊界まで。お、これ熱いかもしれない。やったーが来るかも、ゆうすけの。来なかった？いや、そうでもねえな。やったーみたいなのが来ないと、熱い感じではないということか。ありがとうございます。一回、まあ、今のを一回目と言ったら、これ二回目ですね。二十連目引いていきましょう。あと天井を突き抜ける演出っていうのがないっすもんね。あとはもうここで比叡まで出るかどうかってことなんでしょ？あとこれ夕月が出るか。いや、渋いっすわ。お、中。あとはさ、知っとるやつばっかやろ。知っとるというか、星さんばっか確定ね。いや、もうこれ渋いんすよ、本当に。このガチャ自体が。ということで、30連目、引いていきたいと思います。まあ、星5でんすよ、そりゃ。いや、もうこれ本当出ないんすよ。10連なんですけど、まあ、比叡までいったらちょっと熱いですけど、この後でユウスケが出ないと、そんなに熱くはないんですよね。なんで、星4止まりになっちゃうんですよね。お、怖い時の比叡。限界。はい、ありがとうございます。さあ、ということで、20連、30連ですよね。30連して、星5ゼロっていうミラクルですよ。ミラクルというか、通常運行状態かな。さあ、ということで、20連すると、3回引いたら、1回無料ってことで、この3回のうちが、1回が、その無料で毎回来てるやつが、含まれるってことなんですね。それはそれで熱いですね。ありがとうございます。さあ、ただの分回収していきましょう。いやー、これも演出として相当薄いよ。うう、何もこず。うっす。こんは。お、スザーク。出る。こんは。いや、すっげえな、このゲーム。マジで。いや、すごいなって思ってたんですけど、もともと。全然こんすよ。星4以上では確定になるっていうのは、ことはなってんすけど、マジかよ。さあ、50連目ですよね。いや、全然コンスは。さあ、冷えまで行ったけど。コンスね、やっぱ。はい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 。見てください。この、渋さ。相当な渋さを見せております。
っちの方も引きましょう。いや渋いね。いやー渋い渋い。雲は突き抜けたけど、いや渋い渋い渋い。小山さんね、渋い。まあ相当回して、結局のところ1か。うん、そうっすよね。まあ、これで250までいったらもう一回引こうと思ったんですけど、いやー渋いっすね。ガチャ自体が。あと250引いたらあと20連引けるんで、こっちの方でまた貯めていきたいと思います。まだ結構時間ありますからね。いやー、誘惑書のガチャ結構渋いですよ。気をつけて頑張っていかないといけないですね。ということで、ご動画自体はここで終わりたいと思います。それでは他の動画を見てくれたら嬉しいです。では失礼いたします。バイバイ。